常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。中国経済ガチカウントダウンの時間がやってまいりました。はい、皆様今日の内容面白い興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。まあ、チャイナね、相変わらずまあ経済調子悪いんですけど、調子悪いからね、なんかこう海外にね侵略してね、まあその国民の経済に対する不満の目をさらすんじゃないかみたいなふうに言われててね、まあフィリピンで揉め事を起こしたりとかさ、まあいろいろやってるわけですけれども、その揉めてる相手とですね、今なんと交渉中はい、ASEANとですね、ASEANの外相とね、チャイナのですね、まあその会議ですね、これが開かれているんですよね。これまあ日テレニュースですけれども、 ASEAN 外相会議ラオスで始まると、南シナ海問題やミャンマー情勢など議論ということで、この ASEAN 外相会議にですね、まあチャイナが来たんですよね。で、まあ、いろいろ話したということです。で、場所はですね、これ、ラオスで今やってるんですけれども、中国とフィリピンが対立する南シナ海の問題や内戦が続くミャンマー情勢などで議論が交わされるということなんですが、最新のニュースね、本日の午後4時半ぐらいのニュースなんですけれども、中国と ASEAN 外相会議、南シナ海情勢など意見交換というのが出ててね、さあ、どんなことになったんだろうっていうふうに見てみるとですね、なんか割とこう、ふわふわっとこう、お互いにね、なんか言い合って終わっちゃったのかなと。冒頭ですね、王毅ね、チャイナの、まあ、外相兼共産党の外交トップですけれどもね、こいつがですね、双方の経済貿易の結びつきはますます緊密になっている。中国は世界経済の成長の強力な原動力となり続けていて、そうなの？そうなの？調子悪そうですけどね。ASEANが中国とこのチャンスを分かち合うことを望むということで、まあ、経済を武器に、ねじ伏せようとするような意図の発言ですかね。はい。ASEAN諸国に経済分野での協力強化を呼びかけたと、いうことです。で、この後ですね、例のね、フィリピンでの問題についてですね、まあ、討議が、交わされたそうですが、内容についてですね、ASEAN の複数の外交筋はですね、フィリピンのマナロ外相ですね、南シナ海の領有権を改めて主張した上で、国際法の下で平和的解決に取り組むとの方針を示したということですと。ね。で、これに対してですね、王毅はですね、チャイナのね、王毅はですね、紛争の平和的解決を望むが、域外の国が介入し、混乱を引き起こそうとすべきではないということで、暗にですね、日本とかね、アメリカのですね、参戦に対してこう、釘を刺すと、まあ、特にアメリカですよね。アメリカなどの介入を拒む姿勢を示したと、いうことです。で、王毅はですね、会議はスムーズで有効的だったと、いうふうに言ったんですが、まあ、フィリピンとしてはね、もうこいつ何言ってんだよ、みたいなね、まあ、感じかもしれないと、いうことでですね、まあ、どうなるのかね、経済調子悪いから、ね、まあ、いわゆるボナパルティズムってやつですよ。国内の不満を海外ね、悪者を作って、敵を作ってそっちにわーってやると。敵を作ることで結束するっていうね。まあ、どっかのやけくそ政党がやってますけれども、まあ、あれですよね。ああいうことをやろうとしてんのかな、みたいなね。まあ、そんなことなんですが、まあ、それだけですね、まあ、チャイナの経済悪いってことですよ。でね、最近もね、ちょっと笑っちゃうニュースがあるんですけれども、これやべえなって言うんですが、ちょっとね、ヘッドラインからしてちょっと面白いんですけどね。はい。ブルームバーグのニュースでね、デフォルトした中国不動産会社の社債、債券ですね、不動産会社の債券、9割引きで購入、資金源は謎というですね、いうことで、これね、4日前にこの記事出てたんですね。で、カカ幸福というですね、中華の間に夏ね、それに幸福ハッピーっていうね、こういう会社なんですね。これ不動産開発会社なんですけど、カカ幸福のデフォルト、中国不動産危機の幕開けとなったと。差額の支払いを何年も待つより、少額の回収を望む投資家もいるということで。まあこれ、何は金融道なんかで、なんか出てたやつですよ。ね。ね。あんたいくらやられたんやとか言って、わしは何億じゃとか言って、債券買ったるでとか言って買って、ね。でさ、集めてそれで、まあ交渉してみたいな。まあ、そういうのは、まあありましたけど。あのノリでですね、もうなんかちょっと帰ってくるか来ねえかよくわかんないの待つよりも、今ここで、いいよもう、1割だけ返してくれば、もうそれでいいから、なしにしてやるからってやつが出てきていると。いうことなんですね。で、この記事ちょっと長いんですけど、途中からね、少しだけちょっと読むと、当局への届け出によれば、カカ幸福の債権者は、国内外合わせて1900億元の再編契約に合意したということなんですね。で、資産売却の進展に応じて、23年、末までにですね、本土債元本の 30% を複数回に分けて支払うことを提案したカカ幸福だったが、
同社はその目標を達成しておらず、これまで断片的な方法で、債権者に保証を行ってきたと、いうことで、債務再編したんですけど、約束守れねえと、いうことなんですね。2022年には、2.8%、翌年には 1.6% をですね、を、まあ、支払ったらしいんですね。元本のね、まあ、一部だから、2.8% とか 1.6% とか返したと。で、さらに詳しいね、関係者によると、ここ数ヶ月ですね、一部の債権者と接触して、そうした債権者の社債保有分を、なんて読むんだろうな、これな、つかしゅうっていうのかな、各州かな、各州市、営林、防治産開発という会社に売却する交渉を行ってきたと。買い手は同社の元本100元につき10元を支払っている。非公開情報だとして、関係者が匿名を条件に語ったと。まあ、返済計画が不透明であることから、この価格での保有社債売却に、まあ、同意したということなんですが、なんかこれが謎らしいんですよね。一体何なのみたいなね。だからまあなんか返してほしいと、いうですね、まあ、各州営林という会社、ほぼ無名の会社で、なんだかよくわかんないと。星野リゾート買った謎のね、合同会社みたいなノリなんですけど、まあ、なんかよくわかんないですけど、まあ安い値段でね、まあちょっと引き取って、なんか裏でやってんですかね、なんかね、まあとりあえずこれ返しちゃったからもうその、ちょっとね、手形頂戴みたいなね、まあ、何が金融道的なことやってんのかとかよくわかんないですけど、まあこういうのが、まあ出ていると、いうことです。で、さらにですね、もう一個気になるニュースがありましてですね、これね、実はね、もうちょっとずいぶん前に出てたニュースなんですけれども、年金がね、チャイナのね、年金がその破綻するんじゃないかみたいな、これ随分前から出てたんです。そういう、まあ、警告というかね、情報ね。で、最初にまあこれ、まあ私がキャッチしたのは先月なんですけど、カリウさんね、東京財団のね、研究員、主任研究員のカリウさん、まあ最近よく引用してますけど、カリウさんがですね、真相ニュース、日テレ、BS 日テレか、に出てですね、で、そこでね、年金難民が出てくる可能性があるっていうのは指摘をしたんですね。で、それはなんでかっていうと、不動産不況のね、まあ影響の一つなんだけれども、地方政府はですね、その土地の使用権を売却することで得てたその税外収入っていうのが結構財政を支えてたんですよ。で、これがなくなっちゃったんで、年金の基金にですね、お金を入れられず、年金難民が出てくる可能性があると、いう懸念を示したと。で、さらに若者失業率が高止まりしてるんで、まあ、年金払う人もね、やっぱいなくなってしまうということで、結構厳しいんじゃねえかと、いうことを言ってたんですね。で、実はこれは、もっと前から言われてまして、今年のやっぱ6月のね、まあだから、カリウさんのその、年金難民って言ったのは2週間前ぐらいですね、のやっぱニュース、シュエーションオンラインのニュースなんですけれども、中国の GDP 崩壊へ、年金ファンドも資金が枯渇してしまう恐れ、これから始まる本当の地獄に中国国民は耐えられるのかという、こういうニュースなんです。もう大体どんな内容かわかりますよね。はい。バブルが崩壊してしまったんで、その、まあ、年金、まあ、まさにその、カリウさんのさっきの指摘と同じですよ。地方の財源は、不動産バブルに、まあ、乗っかってたところがあるので、これが弾けてしまうとですね、その、まあ、地方政府が年金やってるみたいですね、チャイナはね。だそれが、その年金基金のその、まあ、お金の流入がなくなってしまうと。まあ、おそらく付加方式で日本と同じようにね、やってるでしょうから、今のキャッシュフローなくなるとね、払うものもなくなっちゃうんですよね。非常に厳しいのかな、いうふうに思います。で、この記事にもっとね、詳しく書いてあってですね、リターンを求めてきて、不動産に流れ込んだ資金がですね、まあその、大失速していると。で、その大失速によってですね、まあいずれそれが年金に飛び火するということなんですね。で、中国は年金などの社会保障基金はですね、地方政府、各々の市の政府がですね、所管していると。地方財政が破綻状態に陥れば、年金ファンドも資金が枯渇してしまう恐れがあると。こうして全体を俯瞰すると、中国政府は不動産バブルの崩壊に迅速に対処しなければならないことがわかると。問題はどのように対処するかである。様々な状況を放置すれば、不動産バブルの崩壊は不動産業に限らず、金融、行政、さらに共産党の統治体制を脅かす可能性があるというふうに言ってます。で、この記事もね、実はね、カリュウさんですね、やっぱりね。同じカリュウさんが2週間前にですね、やっぱりその年金もやばいんじゃないかみたいなね、ことを言ってたんですね。で、そのチャイナなんですけど、まあね、人口が増えてればさ、ね、まあ支える人ね、まあいっぱいいるから若者がね、まあなんとかなるのかもしれないですけど、どうもね、2100年には人口半減するんじゃないかというですね、衝撃の予想がですね、
国連の方から発表されたんですよね。国連の方からって本当の国連なんですけど、これ日経新聞に出てまして、2週間ほど前かなの記事なんですけどね。老いる世界、中国は2010年に人口半減、国連推計ということでですね、出しております。で、国連はね、2年ごとに人口推計を公表しているんですが、今回の報告書では、特に10年前の推計から、からの変化に焦点を当てたと。10年前の推計では21世紀に世界の人口が減少する確率を 30% と見積もっていたが、今回の推計ではですね、8割の確率で人口が減るというふうに見積もっているということなんですね。で、2024年のチャイナの人口ね、一応まあ、交渉14億なんですけれども、2054年にこれが12億に減り、ね、で、2010年には6億人に、2100年には、6億人になると。いうふうに予想してるんですけど、発射台のその14億っていうのが嘘かもしれないんですよ。多分嘘だろうって言われてるんですけどね。本当は10億人しかいねえんじゃねえかみたいな話もあるので、そうするとまあ大体半減した時にですね、14億から半減して6億3000万人っていうふうにまあ一応ね、国連推計してるんですけど、10億から半減だとさ、下手すと5億あるかもしれませんよね。はい。まあ、そんな状況なのではないかと、いうことです。でね、この日経の記事にもね、特に著しい人口減に見舞われるのが中国だと。24年時点の14億1900万人。まあ、これ絶対孵化する数字ですけど、からですね、2100年にはですね、6億3300万人と半分以下に減少すると。中華人民共和国の建国から間もない1957年以来の規模だが、人口構造は全く異なると。57年当時はですね、出生数が2700万人に上り、年齢のですね、中央値は20歳というですね、非常に若い国だったんですね。ところが2100年の出生数はなんと310万人10分の1ですね。建国当初の10分の1ぐらいまで減ってですね、平均年齢は60歳を越してしまうと。少子化が止まらず、経済や、社会保障を支える働き手が減り、社会の活力が失われていく構図だということなんですね。で、中国国内の有識者からもですね、人口危機を懸念する声があるが、北京大学のですね、張春に副教授ですね、こんなふうに言ってます。大規模な移民受け入れなどがなければ、100年後の人口は4億人まで減ると、試算したということで、15歳未満の人口はですね、1割にも満たなくなってしまう可能性があるということなんですよね。でもまあ、移民受け入れって言ってもね、チャイナから出てく人は多いですけど、今チャイナに行きたいって人は、なかなかいないですよね。うん。で、一人っ子政策やめたけれども、まあ、焼け石に水でしたと。で、これはね、やっぱりね、人類全体の呪いなんですよ。まずね。チャイナ多分まあ、数え漫画か数え役漫画みたいな感じでね、人類全体の呪いにもかかってますし、あと東アジア特有の呪いっていうのもあるんですよね。これ日本なんかもかかってますけど、結婚しないと子供生まれないっていうね、非婚化の少子化みたいなね、やつとかね。それからあと景気悪いとかさ、ね、まあ、いろいろそういう、まあ、あとはその、ね、まあ、いろいろ他にもあるわけですよ。ね。そういうのがいろいろ重なって、まあ、人口が減っていくと、いうことですので、まあ、ただでさえですね、まあ、そのね、地方政府がね、財源不足から年金危機になろうとしているのに、将来を支える人たちも少なく、なおかつその少ない若者に仕事がないと、卒業即失業みたいな状態になっているということで、こら厳しいですよね。うん、急速にやっぱり国民の不満とかもわーっと上がってくるんじゃないかなと。独裁国家だからといって世論はないわけじゃないんですよ。北朝鮮ですら一応世論はありますからね。世論はあるんだけれども、その独裁者がそれを先回りして、まあまあまあってこう世論を鈍するようなことをやるんですけど、このままだとそれもできなくなる可能性があると。で、そうなった時にですね、やっぱ一番怖いのはですね、戦争という手段に訴えてくることですよね。まあ今ロシアがそんな感じですよね。国内の不満を全部ウクライナのせいだーって言ってね、まあやってますけれども、まあ、同じことをですね、まあチャイナがね、台湾とかフィリピンに対してやってこないとも限らないと。で、早速ね、まあその ASEAN の会議出かけてってですね、仲良くしましょうとか言ってね、紛争棚上げみたいな、まあだから棚上げっていうか、ね、平常モードでフィリピン侵略しといてさ、仲良くしましょうみたいなこと、平気でやってくる国なんで、ちょっと話になんねえなと。やっぱアメリカとかね、日本がね、積極的にですね、この東アジアのね、まあ自由で開かれたこのインド太平洋のね、平和と安定をね、やっぱり図っていくためにね、しっかりしたやっぱ抑止力を構築していかなきゃいけないのかなと、そんな風に思いました。ということで、まあ中国経済ね、厳しいなというところなんですが、実はですね、福島香織さんがね、ご自身のメルマガでですね、この間のね、まあチャイナ経済どうなるんだということで、三中全会ね、あれについてちょっと実は詳しく書いてるんですよ。で、こんなタイトルです。中国で絶望広がる、生かさず殺さず、の地方や外資、習近平は完全に開き直った？
三中全会決議文の驚愕の中身ということでね。で、ちょろっとその冒頭部分読むと、三中全会が終わって、で、改革、決議文、改革を一層全面的に進化させ、中国式現代化を推進する、ことに関する、共産、中共、中央の決定が発表されたと。で、どのような政策を取るか比較的細かく記されているんですが、全文を読んだんですけどね、福島さん曰く、全く救いのない。あまりにひどい内容だったと。それは単に私の感想だけでなく、中国 A 株の反応から、なども見て伺えると、いうことでね。まあ、酷評してます。だからまあ、もう三中全会のこのね、決議文通りやっても、まあ、チャイナ経済浮上は難しいのかなということで、この辺の詳しいお話に関してはですね、来月ね、はい、八重洲イブニングラボにですね、福島香織さんお越しいただきまして、はい、メルマガに書いてあるよりも、もっと深い話をですね、私の方でいろいろと、聞いてみたいと思ってます。まあ、東京まで来るの大変な人はですね、ぜひ、八重洲イブニングラボのプレミアム会員になっていただけるとね、はい、追加費用なしで、この動画のコンテンツが、視聴できますので、ぜひですね、この機会にね、八重洲イブニングラボ下にね、ありますので、私のオンラインサロンなんですけど、ご登録いただけると嬉しいです。まあ、円安のこととか、ね、円安というか円高ですね、最近ね。円高のこととか、アメリカ大統領選なんかのことなんかも、詳しくですね、いろんなこと、ちょっと平場では言えないことをですね、書いてますので、ぜひよろしかったらご登録をお願いできればと思います。ということで、今日の内容面白い興味深いと思ったので、ぜひね、高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー！